小国城は青森県平川市小国にあった日本の城、日向市東方の山間部小国部落にある。部落から南へ500メートルほど行った山地に築かれた山城である。南北165メートル、東西20から25メートルほどの大きさである。3、あるいは4つの車で構成される。北端の主角は幅5メートル。 深さ8メートルの堀に仕切られた15英ほどの長方形である。鎌倉時代末期、小国や三郎やすつねが居城していた。小国や三郎やすつねは、南朝方の武将で、持ち、宿り機場で交渉となった。小国部落の八万宮演技には、象徴7年4月に、小国丹波勘定とあり、や三郎やすつねと同一人物とも思われる。その後、 小国氏は没落した。環状時にワニ口一口が寄進されたが、明治34年の火災で消失した。天文年間には、北山氏が勘守で、南部、桜場の合戦に破れた天内坊が落ち延び、城から眺めた春の山桜が朝日に入える景色に、感動し、朝日城と名付けたという伝説が残る。慶長2年2月には、朝清晃山下にあり、津軽ための部は、 ある山の頂上に登り、数人の家来に、ホラーラ街を吹かせた。その音に恐れをなした上司は、戦うことなく蓄転した。そして、その山は海吹森の名がついたという。広報、平ら P さん広報、平ら P さん。ありがとうございます。